皆さん、こんにちは。砂原健介です。でーす。さっきね、見たりしましたけどね、はい、そうですね、入れ替わりということで、はい、僕がやらせていただきます。では、よろしくお願いします。ということでね、ちょっとじゃあ早速なんですけど、はい、一発目、台本を読んでの第一印象、ジェジェ君の印象を聞かせてもらってもいいですか？そうですね、これ正直に言っていいですか？はい。難しすぎて、難しい、もう本当にそのなんて言うんですか、例えばシェイクスピアの作品見たら難しいんじゃないですか？難しいです。何言ってるか分かんない感じで、まあ、僕はやっぱり外人っていうこともありまして、ああ難しいっていうのもこんな感じになりましたよね、最初は。でもですね、はい、でもただそのなんて言うんですか、うん、難しい、あのポン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 難しいことがある中の、はい、あの純粋なそのストーリーラインっていうか、メッセージ的なのを見つけたとき、うん、何回も読んで、うん、時からはやっぱり魅力的な作品だなってちょっと思いましたよね。ポエムみたいな感じもあるし、うん、っていうことが、あ、これ掘ってもなんかそのなんて言うんですか、うん、元が見えないっていう感じの、だから勉強、役者としてすごく発展できる台本だなって思いました。そうですね、はい、正解がないからこそできる。そうですね、じゃあ次、自分の役どころなんですけど、手塾の役どころをちょっと教えてもらってもいいですか？役どころですね、うん、僕はまあ正直まだ台本をちゃんと読み込んでないっていうか、まあ、完璧にこのキャラクターが誰なのかっていうのは分からなくて。役名は何ですか？役名は直人です。直人、はい、直人っていうやつで、まあ、その中学生ですけど、もともとは高校生に行かなきゃいけない年ですよね。でもなんか成績が悪くてとか、でも自分が選んでなんか1年を留年ですか、留年、はい、留年って言います、留年って言います、留年した役なんですけれども、な、留年した理由とか、うん、まあ、この人が誰かが好きなんです、ネタバレだから言えないんですけど、好きな理由とか、 なんか人のなんか秘密とかをなんか探るっていうこともあるんですけど、それが何なのかっていうのはまだ自分の中でちゃんと整理はできなくて、消化できてない、はい、ただこの役を見て、そのあ、結構現実的な役とか、うん、共感できる役とか、魅力的な役になるように僕は頑張りたいと思っていて、役どころっていうかは、もうこのキャラクターどんな人なのかっていうのを、まあ、自然にちょっと受け入れてほしいっていうかっていうことですね。これからの僕のなんか、ね、宿題みたいな感じですね、目標として。稽古まだでも始まったばっかりです。そうですね、これからどうなるのか楽しみですし、はい、でもその割には手塾が芝居中にめちゃくちゃ遊んでるのが僕が好きで、個人的に。いや、そこで、
は、テジュでーと砂原健介ですですね、今1999年の夏休み、はい、2020バージョンのビジュアル撮影現場でしたよね。そうですね、はい、今回のゲストはこちらです。あ、ここで言うんだね。砂原健介です。どうも、カオレ役を演じます。優役を演じます。はい、そうでございますよね、はい、ちょっとだけ自己紹介もお願いしてもいいですか。はい、今回1999年の夏休み2020年バージョンの、カオル役、あと優役を担います砂原健介と申します。よろしくお願いします。はい、それではですね、インタビュアーとして、はい、インタビューいろいろさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はですね、ちょっと日本語が難しくて、もうちょっと読みしましたね、はい、台本を読んで第一印象はどんな感じですか。第一印象ですね、まあ、登場人物のもつれ合ってるじゃないですか。その感じがなんか最初は怖かったですね。で、読み深めていくとちょっと普遍的なところもあるし、人間臭いところもあるし、リアルなところもあるから、なんか怖いだけではないなっていう。第2、第3の印象なんですけど、一番最初なんか、ここには痛くないなっていう気持ちはちょっとありました。でも結構好きだったんですか、でも割と。そうですね、読み深めるとなかなか興味深い。あと、言葉が美しいじゃないですか。あ、そうです、出てくるセリフの、はい、それを、まあ、なんていうか、やってみたいなっていう意欲が湧きましたね。そうですね、難しすぎます、うん、難しい、うん、難しい。テジュ君最初言ってたもんね。何やの、台本の読み合わせの時に、はい、本当難しくて、僕ら隣同士だったんですけど、はい、僕にね、分かるっていう、難しいんだけど、分かりますかってどういう意味か分かんないですよねとか今話しましたよね。同じ気持ちですけどね。そうですね、その辺は。しかも今回役すごく難しい役じゃないですか。難しいですね。僕は二役あるんですけど、まあ、そこまで役を演じ分けるというかは、まあ、その感情で見せてたかなっていう、感情だったり、その役の視点だったり、見えてる世界だったりを見せれたらなっていうことなので、あんまりこう演じ分けるというよりかは、そのあたりを注目していただきたいなっていう感じです。そうでございます、はい、それでは次の質問。あ、そうです、次の質問、自分の役どころをちょっと教えてください。はい、はい、僕の役どころは、さっきも言っちゃったんですけど、カオル役とユウ役をやらせていただきます、はい。まあ、この役はですね、はい、ユウという青年が最初いたんですけど、3ヶ月前に自殺をしちゃって、で、その後、その顔、同じ顔の青年カオルという青年が出てくるんですけど、中身が全く違う青年なんですね、ユウと。で、3人の前に現れるんですけど、和彦と直人とノリオ、まあ、仲の良かった3人の前に現れるんですけど、性格が全く違うから3人が翻弄しちゃうわけですね。で、まあ、その人間関係がごちゃごちゃした中で、夏休みを過ごすという、そういう役どころでございます。そうですね、すごく難しいですよ、ね、はいはい。今こう話聞いたところは、なんかやっぱり、あ、割と平和な話かもしれないという感じではあるんじゃないですか。そうですね、まあ、平和っていうか現実的な話かもしれないんですけど、すごく現実的じゃないですか、ね。はい、そうですね、話がなんかすごくなんかイメージ的なシーンもすごくいっぱいあるし、そうですね、一人一人のキャラクターの思いだったり感情が強いじゃないですか、ね、その辺ですごいもつれ合うというか、複雑な人間関係になっていきますよね。楽しみです、本当に、はい、これからどんな感じに稽古が進むかっていう。そうですね、それも楽しみです、はい。